ごめんね。びっくりした。これなんかの試験。お前いじめられてたろ。今宮が動いた。おい、はい、お前何級だよ。え、英検？呪術師には4から1の階級があんだよ。でも僕は呪術高専来たばっかだし。そんなんないんじゃ。刀に呪いを込めると同時に刃物の扱いも覚えなきゃだし。お前巨乳派美乳派？今ああいう気にしたことないんだけど。人並みに大きいのが好きかと。ほほー、ワシントン条約とか関係ねえかな。何の話かな。勘弁。下手にいじんない方が。ごめん、僕のせいだ。シャケ、うん、お疲れ。私はね、大いなる力は大いなる目的のために使うべきだと考える。今の世界に疑問はないかい？一般社会の秩序を守るため呪術師が暗躍する世界さ。んだよ。いや、マキさんらしいと思って。僕はマキさんみたいになりたい。強くまっすぐ生きたいんだ。僕に手伝えることがあったら何でも言ってよ。ぜひ行け、ぶっ壊そうなんて。マキさん、犬巻くん、うわ、まだか腕なんてない。解除達成だね。誰？グッドルッキングガイ五条悟先生だよ。力を貸してもらう代わりに、あのリカちゃんと同じところに行く約束をです。はぁ、お前それ死ぬってことじゃねえか。何考えてんだバカ。誰かと一緒？お父さんとかお母さんとか。わかんない。商業ビルばかりだし、この辺の子じゃないのかな。いっぱい歩いた。君、菅原道真の子孫だった。超遠縁だけど僕の親戚。菅原？え、誰？日本三大怨霊の一人。超大物呪術師だ。菅原。おいしい。うまいだろう。あ、そっか、頑張ったね。見えてるんだっけ。ダメだよリカちゃん、やりすぎは。虎杖悠仁は僕が殺します。 Are you sure about that?